東武バス東武バスセントラル、草加営業事務所東武バスセントラル、草加営業事務所は、東武バス株式会社の子会社である、東武バスセントラルの営業所である。所在地は、埼玉県草加市栄町3丁目10の30、管轄下に、八代営業所、三里営業所、吉川営業所を置く。主に、東武伊勢崎線草加駅から東西に、八塚駅、独協大学前駅。 日田駅から発着する路線を担当する。一般路線バス、深夜急行バス、高速バス、空港連絡バスの運行を行う。また、草加市、コミュニティバス、パリポリクンバスの運行受託も行っている。日田駅東口、柿の木循環線。編集2017年3月31日までは、新礼地として運行していた。独大学前駅東口発着路線。 編集ピアラシティ運行開始前は、松玲山系統にて上彦名まで運行していたが、2005年5月18日、ピアラシティまで延長されたことにより、系統番号が変更された。もともとは、三里駅まで向かっていたが、上彦名までに、短縮の後ピアラシティまで延伸され、平日8往復と93往復が運行されていたが、平日と休日ともに6往復まで減らされ、 その後、平日運休、と休日6往復になり、2017年12月30日のダイヤ改正で、土休日1往復まで減便された。他の独協大学駅前東口発着路線と違い、中根町経由ではなく夜行橋経由であったり、八条橋を唯一渡る系統であったりなど特徴が多い路線である。総加駅東口発着路線。 編集2016年1月25日より、稲荷三丁目経由から稲荷西公園経由に変更された。これにより、稲荷三丁目北が廃止された。総会駅西口発着路線、編集国際工業バス川口営業所と共同運行、2013年8月26日新設。当初は、安行き診療所入り口止まりだったが、2014年9月29日に、 日吉門西まで延伸した。2013年11月28日より、運行開始。川中2竹江後のルートを一部走行するが、西町、上柳島、上柳島、沼台浸水公園駅は新設。京愛路を通るため小型車を使用する。川口駅東口総会駅西口。新境団地線。編集八シ駅北口総会八シ工業。団地循環。 編集西新井駅東口から竹野、塚駅東口や塚駅、総袋団地線、編集西新井駅東口から、主に旧日光街道を、東武伊勢崎線沿いに北上、途中竹野塚駅、塚駅に立ち寄り、塚駅から東進し、埼玉県草加市、瀬崎町を経由し、再び、東京都足立区に入り、 道区北東端に位置する花畑総袋団地を終点とする路線である。従来は、竹の塚駅東口花畑総袋団地間の運行が主体であったが、道路事情から八塚駅周辺に立ち寄ることができないため、路線長が長く渋滞の激しい都県境を超える、このルートは定時運行の妨げとなった。このため、近年の八塚駅周辺道路整備に伴い、八塚駅、 バスターミナルへの乗り入れとともに、同駅から、花畑総袋団地方面への折り返し便を多数、設定指定時制の向上を図っていた。過去のダイヤは、鉄道との並行区間が長いために各駅をまたぐ、需要は少ないため、都県境を通らない、区間運転の割合が高かった。東武伊勢崎線との並行区間のない安塚駅、花畑総袋団地間の運行を主力としており、 この区間に限っては、毎時4本程度の運行であった。反面、西新井駅からの全線を通しての運行は1日数回に、とどまり、八塚駅のリレー前の主力であった竹の塚駅、花畑総袋団地間の運行も徐々に減回された。毎時1から3回程度だけの塚駅側からは、都県境である、足立清掃工場、あるいは、八塚駅、 花畑総袋団地間のいずれかの運行があるが、竹の塚駅発着便はいずれも減便傾向にあった。ところが2019年7月29日のダイヤ改正で再度竹14の竹の塚駅、花畑総袋団地間が再びメインになり、日中はほとんど竹14としての運行となる。国令一は減便となった。ただし、八塚駅花畑総袋団地間は、 毎時3本程度に減便された。従来から運行回数が少なかった西新井駅竹の使い期間は長らく減便の一途をたどっていたが、沿線地域の要望もあり、2007年7月1日、同区間に道路線と同一経路を運行する西新井営業所担当の竹51を新設し、道路線と合わせておおむね毎時1本程度の運行本数が確保された。ただし竹51、 竹52ともに現在は1日数本のみの運行になっている。草加市、コミュニティバス、パリポリクンバス、編集パリポリクンバス。草加市、コミュニティバスの運行を受託している。愛称は、パリポリクンバス。2016年4月8日、北東ルート、南西ルートの2路線で運行開始。車両は、小型バスの日のリエッセを7台使用。 うち2台はラッピングバスとなっており、草加市観光大使のゆる、キャラ、パリポリ君が、名物の草加せんべいを持ったイラストと、ようこそ、草加絵などの文字が描かれている。なお、草加市、コミュニティバスの運行開始にあたり新車購入はせず、他の営業所から転属させた車両を使用することで、車種を揃えて、統一感を出すとともに、運行開始にかかる経費を節減し、 総括しの公費負担を抑えている。またバリアフリー対応として中扉に車椅子用リフトを備えたステップリフトバスとなっており、車椅子での乗車も可能である。バス停留所には停留所番号が振られ、各ルートごとに色分けされている。停留所もパリポリ君のイラストが描かれた専用デザインとなっている。ラッピングデザインとパリポリ君バスの相性は公募により決定され、 共に、草加市内の中学生の応募作品が採用された。運賃は均一ではなく待機録完成で、草加市内の一般路線バスと同様の運賃体系となっており、パスもスイカなどの交通系、IC カード、東部バスの定期券も利用できる。障害者手帳提示による障害者割引制度は、草加市内の一般路線バスに準ずる。運行頻度は各。 ルートとも1時間に2本程度で、年中無休で毎日運行する。草加市のコミュニティバスであるが、南西ルートは県境を越えて、東京都足立区の日暮里、舎人ライナーの見沼台浸水公園駅まで乗り入れている。2017年4月より、行き先を分かりやすくするため、副ルート名を設定。各ルートにある高齢者施設の名称から、北東ルートは、出会いの森ルート、南西ルートは、 触れ合いの里ルートの副ルート名が付けられた。詳細は、総菓子公式サイト、コミュニティバス、パリポリクンバス関連情報を参照。ミッドナイトアロークキ、東はシミヤ、編集ミッドナイトアロー吉川、三里、南流山、編集高速バス、編集空港連絡バス、編集2003年を廃止。当初は、大間屋から、加茂駅を経由し、麦塚まで運行していたが、 武蔵野線回通時に新越谷駅発着に変更された。末期は平日、土曜日のみの片道運行で、本数も1日1本となっていた。また道路線の廃止に伴い、東部の路線バスで新越谷駅から発着する、系統は消滅した。なお新越谷駅から麦塚、総加藤高校方面に向かうバスは、経路は異なるが、旭自動車越谷営業所の越谷南体育館、 草加藤高校方面として運行されており、本数も大幅に増加している。柿の木方面には、日田駅から柿の木循環として運転されている。三里営業所から移管後、総会駅から松原団地駅に変更になり、三里駅行きは2003年3月31日をもって廃止、2003年4月1日より、上彦な折り返し便となったが、 2005年5月18日より、上彦名からピアラシティに延長され、松霊山系統から、松霊一系統に変更されて、松霊山系統は消滅した。草加市北東部の青柳地区を循環する路線、弁天町青柳川柳小学校、弁天町部分が循環部になり、時間帯によって、川柳小学校方面の、八幡町先周りと青柳方面の、 青柳町先周りに分かれる。かつては、草加駅からも運行されていたが、草加駅前再開発により、丸い伊東洋稼働からなるショッピングセンター、アコスが完成し、その影響で道路渋滞のため週末を中心に定時運行が不可能となった。1998年に草加駅発がまず廃止になり、すべての時間帯で松原団地駅発に集約された。 2002年10月1日に、日田駅入り口を経由した、金労福祉会館駅に、路線改変され、青柳循環自体が廃止になった。また、日田駅、東口バスロータリーの完成により、金労福祉会館駅が、日田駅、東口駅へ変更された。なお現在の日田駅、東口駅は、松原団地駅東口を発車すると、 松原大橋を渡り中根町方面に向かうが、当時は松原大橋の交差点を曲がり夜行橋を渡っていた。上記の3系統はすべて、朝日自動車越谷営業所へ移管された。上記2路線は70年代に廃止された。2008年3月30日、日暮里、舎人ライナーの開業に伴い新設。2013年、島忠ホームズの開店に伴い、総火22を追加。 草二十一は、島ただホームズの営業時間外に運行されるようになった。二千十八年三月三十一日をもって廃止となり、草加駅見沼台浸水公園駅間を走行するバスは、パリポリ君バスも含めすべて、島ただホームズ経由となった。いすず車九台、日野四十七台、三菱不送車一台の、計五十七台が在籍。なお、三菱不送車は、 東部バス4社の中で唯一の存在。路線車は主に、大型車は、ブルーリボンシティ、ブルーリボン2イスズエルガが在籍。中型車は、日野、レインボー HR、日野、レインボー2。小型車は、日野、レインボー HR7 メートル、日野、リエッセ、日野、ポンチョが在籍する。高速車は、イスズガーラ、日野、セレガールが、貸し切り用途として三菱不走日野、 リエッセ2が在籍する。ありがとうございます。